水温で200。ああ。たぶん頑張ればさ。大丈夫。ライトだ。これさあ、もうこれ無理だと思うよ。これダメスカウトだよ。これハズレスカウトいるからこれ無理よ。誰を相手にいてんの。もう無理よ。一人ハズレがいるよ。もう絶対に漏れる。よく発電機回せてるならいいんだけど、気持ちよく発電機回せない場合と、やばい、来たなよ。ほら俺回す、もう遅れてんの。こういう風にやってるじゃん。エディックだとして多分間に合うかな。これやってるじゃん。ほら、間に合わせたよ、ちゃんと。こういう厳しいシビアな場面だけど、あれだから多分間に合うんじゃねえかって聞いて。見えねえとか音がしねえような相手でさ、と向きながら見なきゃいけない。今行かなかった。レイスっぽかったから。あれで毛糸側に行くのって大迷惑だから。優しさだよ。これで、じゃあの代名詞を。優しい。ああいうプレーができるから、ダメなやつは行くんだ。あんまりここ深く行きたいと。したかったけどね。変じゃねえぞ。モネルはだから発電機に気持ちよく回せればこのタイプいいんだけど、ピラーが接近してる時とかやばいかもね。緊張だってことだ。キラーが接近してる可能性があると発生する可能性がある。まあ、よく言えば慎重なんだよ。悪く言うとキラーの進行すると回さない。そうだ。わかんない。回してればいいんだけど。あ、回してるな。ダメだ。どうだろう。こいつも回してるんだよ。回してる。二人、ちょっとバグ、ちょっとバグ。
結局みんなの安全だな。あ、回した方が安全なんだよ。だから回さないと結局あの怪しい感じになる。しゃがんだ方がいいから、必要要するんで、あれ回した方がいいんだよ全体的な安全考えれば。まあ俺はさすがにポジションが悪くてギリギリだけど、全体のあれを考えると、これ一発受けてる間ってあのクールタイムあるから、一応強くないよ。あの、ここみたいにしたら痛くて痛くない。しまった。漏れる、もう本当にあの見てが漏れることなんですよ。当たり前のことなんだけど、うん、あのもうだってミカエルの人に任せてられるあれっすよね。どうせ医療だからミカエルに立て直した方がいいって待ってるじゃん。二人キスってる人がいるんだけど面倒くせえじゃん。俺がやった方がいいじゃん。変わったらメディックだったから多分早く治療できるし、この方が全然早いよ。俺が黙ってこう待ってたら何回見てるかわかんないか分かんないから全然、それはそれでチームで考えてやればいい。ハッピーヒルシャー